指名手配犯神経衰弱よいしょーイエーイ、こちらの企画は視聴者の皆様に凶悪事件の犯人の顔を覚えていただき犯人の逮捕につなげようという企画です。社会派な企画が、各都道府県警のホームページより引用した指名手配犯の顔写真や似顔絵を使って神経衰弱をします。おい何々みたいなやつで神経衰弱やるってことなんですね。すごいな。これはあれ、その今まさに現行であれしてると思う。今とりあえず撮ってる時点では捕まってない。なるほど、なるほど。へえ、これが企画に捕まるかもしれないってことね。みんなが顔を覚えてこれの、そうそうそう、でこれのおかげでね、 あの企画で見た顔の人やって言って通報して見たんですけどって通報して一役買おうっていう。これは社会のためになるね。これすごいね。賞状もらえるんじゃないか。一応ゲーム、企画としてやるので、ゲームとしては獲得した指名手配犯の合計懸賞金が一番高い人の勝ちです。おいいね。ということで今回参考にする懸賞金の金額は各都道府県警および警視庁の懸賞金上限額を採用させていただいております。なるほど。こいつを捕まえたらいくらもらえるっていうのも視聴者のみんなわかるから、これは躍起な捕まえたらっていうか情報提供か、情報提供だとかいろいろあるみたいで、それでもいいやね。ということでまずはこちらをご覧ください。え、うさぎちゃん、あ、こちらイラスト屋のカードの、あー、カードのやつですね。これが神経衰弱となっております。こちらの神経衰弱を3人で遊んでもらおうということで。そうか、プレイ、そいつはやらないのね。僕はもう情報をいろいろ仕入れてしまってるの。そりゃそうか。ああ、そりゃそうか、それは。今回ディーラーですね。ああ、いいやん。はい。そしたら、じゃあ、いいですか？はい、どうぞ。じゃあ、いっちゃん左上で。いっちゃん左上。はい、こちら。スーパーの顔を張り込んで見た。誰なの本当に誰なのこの人。濃いな顔が。見たことある。笑点にいてもらえ、でもこの人笑点にいてもらえるメンバーだ。幸楽さんか、幸楽さんじゃないか。幸楽さんやこれ。に2枚幸楽さんではないです。幸楽さんじゃない。幸楽さんならもう捕まってます。完全に幸楽さんだけどな。一番右上こちら、はい、おー、わかんねー。悪そうやな、こいつ。不正解でーす。朝黒いしな、なんか悪そうやな。朝黒い、全然わかんねーな。絶対詐欺師グループのリーダーとか。それではクラゲさん、はい、じゃあ中段の、はい、そうね、右から2番目こちら。あ、怖いよ、角刈りじゃん。これはヤクザだろ、これ。絶対暴力団関係だよな。じゃあ中段の左から2、お、中段の左から2こちら。おお、また悪そうな。どっかで見たことあるな、なんか。そう考えると、そう考えると幸楽さんだけ偉い悪者じゃなかったな。うん、笑顔。いや、ちょっと悪者やねん。優しい顔してたぞ、でも。悪者やねん。それでは、しまいこさん。はい。3段目の一番右。こちら。うわ、目離れてんな、怖っ。ど真ん中の写真だ、これ。殺人鬼だろ、これ。そのすぐ隣。ドン。ああ、なるほど。残念。ここまで来て、一回も見たことないってみんな。全かぶり。さあ、いいわけですか。はい、そうそう、じゃあ、じゃあ、3段目の真ん中、左。こちら。はいはい、それ。普通そうだろ、これ。そうそうやな、どこにでもいそうやな。え、こんなの分かんないよね。犯罪者なんや。じゃあその、右上それ。うわあ、いや、いなかったいなかったいなかったな。かぶらんな。さあ、クラゲさん。こんなかぶらんかね。中段の一番右。そうそう、かぶれたかな。やった、ちょっとごめん。マジかよ。じゃあ一番左上。やったー。出たよ。またよし、竹雄さん。
平成10年群馬県高崎市内において一家3人が殺害された事件の凶悪犯じゃん、極悪じゃん。マジかよ。え、高楽さんって3人も殺してた？高楽さんじゃないんです。あら、違うんや。高楽さんではない、高楽さん2の方が、ただし懸賞金は0円ということで。へえ、そうなんや。ないパターンもある。そういうことか。じゃあクラゲはこれポイントじゃないの？当たったけど。はい。じゃあこれハズレやん、この人。なんでやねん、ハズレもあんのかいな。じゃあ、クラゲさん、続けて。中段一番左。中段一番左、こちら。あー、あー、どこだったっけなー。あれ、やべえ、わかんなくなってきた。忘れちゃったな。一番下の下段の、やっべ。どこだったっけな。下段の右から3。こちら。おー、そこ。あー、残念。この角刈りも見たぞ、どっかで。おい、角刈りも見たな。俺見たな。では、下山さん、これね、俺は覚えてんの。3段目の一番右、3段目の一番右ね、そこそこそこ。はいはいはい。おー、2段目の一番左、2段目の一番左。ほい、こちら。あー、きれい。おー、結構でかいな。でかい。小暮ひろしさん、300万円でございます。平成11年、名古屋市南区のパチンコ店において不正にメダルを流出させ逃走し、追跡した従業員を殺害した事件の発生。すごいことですよ。やっぱ人殺してたな、やっぱり。あれ、これ合ってんのかな、情報。なんで？これちょっとバラバラになってないか。パチンコ店の人やったっけな、これ。確認した方がいいんちゃうか。ちょっとこれ、ちょっと確認していいですか、一瞬。はい、大丈夫です。すみません。やってしまいまして、300万、これとんでもないことをしてしまいまして、犯人名とかあってたんですけど、事件がちょっとずれてまして、あ、もしよ。これは本当に罪なき人に罪をなすりつけたってこと？別の罪やから、罪なき人ではないんですが、ちょっともう一度一からということでよろしいですか？まあいいですけど。すみません。だから、あの、高楽さんも別の事件の犯人なので。3人殺したんじゃないんだ、あの人。3人殺した人ではなかったんです。そうなんや。やっぱり、顔が違うと思ったんだ。多分、座布団盗んだとかだろうな、罪は。いや、そんなんで指名手配される盗っ人。ということで、ちょっとまた一から。はい。まあ、岩切君からいきますか。はい。お願いします。はい、すみません。じゃあ、はい、じゃあ改めましてやっていきます。はい、じゃあ、一番右の真ん中でこちら。ここで来て初見の人出てくるんだな。なんか悪い中国人みたいな感じ。はい、じゃあ一番左、いや、じゃあ左下で、一番左下、左下、こちら。はい。うわー、出た。はい、不正解です。はい、残念。顎歪みまんな。顎歪みまで覚えてる。ちょっと名前では覚えられないから、よく特徴で覚えてる。なんか文字的な遊びとかしてんの。そうそう。じゃあさっきの、岩切くんがめくったやつと対角線上に上げてもらっていいですか。わかりづらここは、とりあえずここね。そうここと。あら、なにこれ。白黒。写真古いな。メガネの写真古いな。爆弾犯だ、これは。若い頃じゃない、若い。爆弾犯、わかるわ。絶対爆弾犯やわ、これ。で、ここ？いや、右下。ここ？うん。あ、なんかこの人見たことある。どっか見たことあんな。え、すれ違ってるのかもな、俺。渋谷さん。一番右上。出た。あー、出た。出た、こいつだ。その一個左、隣。うーん、違うな。出た。残念。でもこの二人前から歩いてきたら絶対避けるよね。怖いよね、この二人。だってもうなんかバキでできそうだもんね。じゃあ行きますね。はい。じゃあ真ん中上の右。これ？うん。なほ、いた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 、右下だ、これ。そう、一応右下。ああ、そうや。お、ああ、オチキヨシさん、妻に対する殺人事件。
ゼロ円っていうことで。俺、あれ、ちょっと待って。俺見たことあるって、俺の親戚だからってこと？いやいやいや。名前がクラゲさんと一緒ですけど、落ちっていう。あれあれ。やったーけど。ゼロ円だから、岩手くん、これ意味ないよ。一応ワンペアだけど、何の賞金にもならない。何の賞金にもならないからね。じゃあ次は、じゃあその、はい、空いたやつの一個下。こっち。それ。お、ああ、いた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 。そう、じゃあそれの、一番右真ん中。これ。そう。頼む。おいおい、マジかよ。もうやべえ。え、よしやつよし。よしやつよしさん。0円です平成11年足立区において暴走族同士のトラブルから2人組の男性のうち1人を刃物で刺した殺人事件、暴走族なんだ。一応2連コンボ決めたけど、まあ、でも懸賞金がかかってない。全然儲からないなこれ。意外とかかってないものなんだね、懸賞金。そうね。たらじゃあ一番右下で、あ、見えた、角刈りだ。いや今回出てない今回出てないな、暴力団出てない顔正四角形だ。じゃあじゃあ一番左上で、あーあー来た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 、残念。あ、絶対これ懸賞金かかってるよ。左上と左上、上段の右から2、はいはい、おお見立て新一600万円。平成24年港区のクラブ店内において複数人で1人の男性を金属バットなどで殴り殺した、事件。すげえ悪やん、極悪やん。マジか、やっぱなんか殺し方が具体的に分かると怖いな金属バットで死ぬまで殴ってんの。なんかニュースかなんかおっときつくよな。600万円だって。じゃあ600万獲得いたしました。さあ、クラゲさん、どうしようかな。じゃあ、上段の左から2番目こちら、うん、お、出た、普通の人。あ、普通の人だ。え、こんなだったっけ。え、なんか、え、顔変わってない前のと見るたびに違う感じがするんだけど怖い怖い怖い。え、何だったっけ。じゃあその下やべー、ちょっと待って、タレントメーカー混ざってるんで、絶対タレントメーカー昭和のポップスター見せたけど、いい昭和のポップスター忘れないもん、今のはもう、ま、真ん中の一番右、真ん中の一番右、こちら。うわー、出た、ヤスケンなヤスケンは出てないな、これ。その、じゃあ同じ真ん中の段の、はい、1個左、それ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 、山そのわずかその、それ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 、なあ、顎ゆがみ、あー、まずい。さあ、よくいこう。くあー、顎ゆがみマン、どこやっけ。もら顎ゆがみはもらったマジか。じゃあ、真ん中の左から4番目、4番目そうと、一番左下、一番左下。あー、マジか。よし、あー、そりゃ、顎ゆがみマン。よし、小暮博士、300万円。平成10年、群馬県高崎市内において一家3人が殺害された事件の話。おおし、来た、300万円ゲットだ。300万円です。うわー、じゃあ、ここで捕まえた。家族殺してるやん。そうね。そしたら、じゃあ次は、じゃあ、あれ、そうか、じゃあ、右から4番目、はい、一番右下の4番目だから、あ、いや3番目か、右が右やけど、ちょっと説明が難しくなったバカなの。これそ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 れ、何これ、怖っ、びっくりした、あのなんかストッキングかぶってんかマイク・タイソン、マイク・タイソン、マイク・タイソンやじゃあ一番上の左から4番目これ、これは開けてない、開けてないな。じゃあそれそれいく。わあ、出た、角刈りマンだ。ダメ。ああ、角刈りマン出たか。待てよ。いや、わかるわかるわかるね、わかんねえ。わかんねえ、角刈りマン、角刈りマンわかんねえ。あれ？いや、出た気がするんだよな。俺神経衰弱弱えな。中段の左から2番目、
左から2番目。あ、そうか。昭和のポップスター登場したの。そうや、これ違うか、昭和のポップスターじゃないです。これ凶悪犯人。あ、そうか。嘘の、絶対なんか曲弾いてるだろ。宮川大輔だろ、だからこれ。宮川大輔。宮川大輔さんではございません。凶悪犯人。はい、本当に。じゃあ、その右。もうこれ。あビッグチャンス到来。やべえ、これちょっと、これちょっとまずいな。一番上の段の右から2つ目のカード、うん、こちら、そのまっすぐ下、これもう一個下、もう一個下、もう一個下、これそれそれそれ、しまった、しまった、ミスった、そうか、そっちじゃなかった。いやー、俺ちょっとかん、さっき、ちょっと忘れちゃったな。やべえ、どれも似てる。どうした？誰を探してんの？岩木君、誰を探してんの？ストッキングだろ、岩木君。ストッキングやろ。そう、ストッキング、ま、そう、ストッキング。ストッキングって誰？どこだった？ストッキングって誰？ストッキングはストッキングをかぶってる人だよ。ね、そんなやついたっけ？左上の、上段の左から2番目。これだ？それ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 。おい、一個。お、師匠。コーラク。コーラク師匠。コーラクさんではございません。そうじゃない。凶悪犯です。たらじゃあ中段の右から2番目、中段の右から2番目、こちら。あー、出た、バキの登場人物な。どんな覚え方したんね。ちょっと分かんなかったな。やばい、俺カクガリマンどこだったっけ。あれ、カクガリマン見た気がするんだよな。中段の、うん、右から2番目、こちら、うん、で、右上。あー、そこか、一番右上。違うでしょ。おっと、おっと、正解です。結構勝ってくな。小原克之、300万円。平成20年、岩手県宮古市内において17歳の女性が殺害された事件の犯人です。 あれもしかしてさ、俺ちょっと気づいてんけどさ、どうした、そのカード全員人殺してへん。もしかしてこれ人殺し編なんちゃうか。そういうことか。昭和のポップスターが殺してると思えんぞあれ。いやでもまあ、もしそうやったとしたらあれよな、焦点ちょっと放送やめた方がいいよな。そうそう、まあ、違うね、コーラクじゃない。コーラクじゃない、ね、ピンクの服着てなかったやろ。下段の右から2枚目、こちら。うわ、ストッキングだ。それ誰だ。あ、これはストッキングって言われた。そうそうそう、それストッキング。で、うん、その左隣、それ。あー、行くな。岸川辰巳、0円、平成29年、神戸市において暴力団関係者射殺事件の犯人。暴力団の人なんだ。中段の一番左。あー、いたー。グレーの爆弾魔や。最初、爆弾魔だけだから、そこ開けたんやわ。下段の左から2。下段の左から2。お、うわ、俺もう行楽しろ場所忘れた。あ、ごめん、俺 こっち開けるべきやった。そうね、あの、今度からカードの枚数で指定することにしよう、全員。そうね。これ申し訳ない、これ。でも、ずっとそのルールでやってたのに、俺こっち開けちゃった。そうだよな。でも、急にここだけルールがあったの。こっち開けますか？できるんですか、そんなこと。マジかよ。できますけど、他の二人がよければ。これ俺のミスですから。いや、これやる。ルールに決めてなかったから、そうやってやるっていうルールを基本的に厳密にはね、次からやるから、うん、もうこれはなし。俺のミスやのに。必死やな、まあええけど、勝ってるから。じゃあ、続いて、下岡さん。え、角刈りマン、マジでどこ？絶対見たよな、見た気がするんだよ。下段の一番右。下段の一番右、こちらね。うん、それ。出た、やった。はい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 、はい。一番上の、うん、一番右。これね、それよし。あー、植地経営、300万円。平成17年、三鷹市において居酒屋チェーン副店長を殺害した事件。うわー、あー、真面目そうなのにな、こんなに。あー、からんもんだな、人って。そして島岡さん、下段の、うん、うん、左から2番目、こちら、それ。あー、どこだこいつ。
こいつ、こいつ薄いからね。こいつはほんまわかんない。なんか薄いからね。休日のパパでしょ。でも俺絶対こいつめっちゃ凶悪だと思う。一番上の一番左だ。これ。それ。おおー。リ・カイさんです。ベテラン。平成12年、葛飾区の歯科医師宅に侵入し、就寝中の女性2名の顔面を殴打し、現金、ライフル銃、貴金属など4300万円相当を強奪した事件。おーい。あれは日本人じゃなかったな。てかもう、とんでもない悪だな。とんでもないことしてますよ。ボコボコにしてるやん、女。なるほど。じゃあ、一番上の右から2番目。の上の右から一番左ってこと？そうだね。こちらね。それ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 。ああ。一番下の段の一番左。こちらですね。やべえ持ってかれる。よし。よし。またよしたっけよ。平成2年沖縄市において警察官2名を殺害した事件。うわあ。警官殺してるやん。暴落さん。暴落さんではないです。またよしさんなんです。これあと全部取れるんじゃん、これマジで。やべえな。やべえ、全部取れんじゃんかな。一番下の段開けて。え？一番下の段開けて、残り1枚。出た。ああ。誰これ？真ん中の段の一番左。下グレーの爆弾魔だ。よっしゃ来た。ちなみに。もらったやろ。ちなみに柴田さん。はい。その犯行はどのような犯行を行ったと予想しますか？ね、爆弾を仕掛けて。うん、ビルを爆発することによって5人死亡。正解はこちら、林翔衣さんです。平成11年、名古屋市南区のパチンコ店において不正にメダルを流出させ逃走し、追跡した、従業員を殺害した事件。パチンコがこいつか。なるほどね。なるほどね。ゼロ円だもんな。おい、俺当ててんのにゼロ円ってどういうことやねん。全く金になってないんだ。じゃあ真ん中の段の左から2番目、はい、こちら、うん、これあこれどっちやねん。わっ、忘れちゃった。あれ、どヤスケンってどっちだ。あ、一番上の段、こちら、うん、それ逆に。お残念。致命的ミス。いや致命的ミス。もうこのまま押し切れと思ったけど、もらったわ。ミスれ、アホ言いがけにミスれ。いや、そんなミスんないやろ。左から2番目、真ん中の左から2番目と、はい、一番右。はい。よし。宮内雄大、100万円。平成25年、山梨内の民家で発生した強盗致傷事件。うわぁ。人殺してへん。ギリギリ生き残ったのか。よし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 。で、今俺が400万円。400万円。ここでじゃあミスんねえだろ。ここでじゃあ500万円はないって。以上だったら逆転だじゃん。そうだな。ないね。ないないない。500万円はな。ちなみに、この人の犯行内容予想してみてください。もうボコボコにして、もう叩きのめしたんじゃない。40回ぐらい刺して怖。正解こちら、霧島聡さん。昭和50年中央区内で発生した連続企業が爆破事件の犯人。こいつが爆弾魔なんだ。爆弾魔か。こっちだったんだ、爆弾。はい、ゼロ円やん。ゼロ円です。ゼロ円やん。ということで、第1ラウンドの勝者はクラゲさんでーす。ほら、3枚特定さん。マイス1枚いくのクラゲじゃん。こんなこともあるやん。この600万円を拾っただけだろ、クラゲは。やっぱ。600万円が最高額ということ。うわー、しまったー。600万円は、本当は最高は300万円なんですけども、2つ、なんか重なって600万円になってるっぽいんですね。あ、1個の事件はマックス300万なんだ。ぽいですね。なるほどね。覚えてます？もう一回第1ラウンドやりますか？え、なにこれ、第2ラウンドから人変わるの？いや、人変わりますよ。変わるの？マジで？